ようこそ、ピアニストの平田真紀子です。今日は、どうやったら難しいパッセージを、テンポで弾けるように練習できるのかっていう生徒さんとか、ピアノ愛好家のお友達からのご質問にお答えしたいと思います。まずパッセージを難しいとか早いっていうふうに考えてしまうと心理的なブロックになってしまうので、音楽の中でなぜ作曲家がこれだけの音の密度とかスピードとか跳躍とか複雑な和声進行が必要だったのかっていうことを理解しようとしてください。これは音楽の言語だ、その必要性があって、音楽的な必要性があってこうなってるんだ、でそれを表現したいっていうふうに思いましょう。それで困難ではなくてチャレンジ、挑戦、楽しいっていうふうに考えたいと思います。それからできるだけ、何がこの例えばパッセージとかこのセクションを難しくしているのかっていうことを一つ一つピンポイントに考えていく。全部を難しいというふうには思わない。この跳躍が難しい、なんでこの跳躍が難しいのか、この跳躍を時間内で弾くのが難しい例えばとか、この例えばこのオクターブを続けて弾くのが難しいとか、特に例えばじゃあこの音は弾けるんだけどここのこの2音が難しいとか、できるだけ小さくする、そして小さなチャレンジを一つずつタックルしていく、でそれでそれができたら、それをコンバインする、で、それこういう風じゃなくてこことこことここっていう風に、とにかくもう難しいところだけを練習して、そこからだんだん広げていってつなげていくっていう風にするってことですね。あとそれから息をすることを忘れない。難しいものを弾こうとすると息が詰まってしまう、でもこれは持続できない、もう脳みそに酸素がいかなくなるし体も硬くなる、そうではない、息をする、息をして、もしすごく長いパッセージでいつも息が止まってしまうならどこでどういう息をするっていうのを決める。例えばパッセージが始まる前に息をするとか、歌を歌ってフレーズの間でちょっと息継ぎをするとか、そういうことを全部決める。それをするためには句読点、ここにカンマ、ここにピリオドとか、そういうのが全部頭に入っていなくてはいけない。あとそれからそのダウンビートがどこなのか、一拍目、小説の一拍目がどこなのか、いつもきちんと把握しておく。一拍目はいつも落ち着くところで、2、3、4、1とか、3拍子だったら1、2、3、1とか、1でいつもだいたい落ち着くっていう、そういうユニットを頭の中にきちんと入れておく。ダラ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 、大変だ大変だ大変だ、ずっとパニックしてるんじゃない、ユニットをきちんとするということで、姿勢を正す、なんていうか体勢を立て直すところがちゃんと分かっている頭の中で、音楽的に。あとそれから、楽しいと思う、自分を褒める、できたら褒める、すごいじゃない、よくやった、できるようになった、あれやればできるね。頭の中の声ってすごくネガティブなことが多いんですね。でも自分が人には絶対言わないようなことを自分に言ったりして、どんどん元気がなくなって、どんどん緊張して、どんどん縮こまってしまう、それは逆効果。ゴールは楽しく自由に弾くことじゃないですか。そしたら自分を褒める、できるだけ褒める、楽しいと思うってことですね。それが大きなポイントじゃないかというふうに思います。次のビデオで少しじゃあどういうふうに実際練習するのかっていうことを、例とともにやってみましょう。